コミディアはオリンパスが販売していたデジタルスチルカメラのシリーズの一つ。細分すると E シリーズ、C シリーズ、SP シリーズ、FE シリーズに分けられる。オリンパスでは2012年秋に新たなコンパクトデジタルカメラの統一ブランドとしてスタイラスを導入しており、それ以降コミディアシリーズを名乗る製品は発売されていない。 コミディアシリーズの販売開始は1996年。キャノンのパワーショットシリーズ、ソニーのサイバーシャットシリーズなどと並んで長い歴史を持つ。1997年10月には140万画素、1999年8月には210万画素の機種を投入するなど、20世紀末の高画素数化競争の先頭を行き、初期のデジタルカメラ市場を牽引した。 また98年には C-1400XL がカメラグランプリの記者クラブ特別賞をデジタルカメラとしては初めて受賞。99年発売の C-2000 ズームは本体右側に大型グリップ、左側に光学系を配置し、十字キーやモードダイヤルなども導入、その後の中級機種を代表するデザインとなった。2001年には C-700 ウルトラズームを発売、コンパクトなボディに高倍率レンズという今では、定番の形態を生み出した。搭載されている受光素子の大きさでクラス分けした。画素数の代償で、クラスや画質が決まるわけではない。画素数と受光素子の大きさのバランスが重要であると言える。C-8080Y ドーズ m イ、e、1 0 0 r s 対角に、 3インチサイズ CCD を搭載した画質重視のモデルを挙げる。なお例外として、価格、機能面から1、2インチサイズ CCD の E-100RS を加える。レンズ一体型一眼レフタイプを含むを搭載したカメラであり、レンズ交換式一眼レフカメラほどではないが、サイズも大きく、コンパクトとは言い難い。2010年現在では、 このクラスに該当する機種は販売されていない。なお、片名が E- から始まる機種もあるが、レンズ交換式デジタル一眼レフカメラである E、システムには分類されない。など。C-2020ZC-5050、ズーム対角1、2インチ、または1、1.8インチサイズ CCD を搭載した、コストパフォーマンス重視のモデルを挙げる。 かつての主力クラスであり、デジタルスチルカメラ誌で一世を風靡した名機も存在する。機種によっては、広角側の開放絞り近い1.8のレンズを装備500万画素クラス以上の機種では記録カードがスマートメディアだけでなく、コンパクトフラッシュや XD ピクチャーカードにも対応している。2010年現在では、このクラスの商品は販売されていない。など。 対角1、2.5インチ以下の小さなサイズの CCD を使用したもの、機能をある程度絞り込むなど、ローコストを主眼に置いている。中には、高額10倍ズームレンズを搭載した機種もあるが、それ以外のスペックが抑えられている。1200万画素クラス1、1.8インチサイズ、CCD 搭載機種でも、機能を絞り込み、レンズを小口径にするなど性能。 使用、価格を下げたものは、普及機と言える。中級クラスのモデルをベースに、機能を絞り込んだ派生モデルもこのクラスに含めた。他多数、ありがとうございます。